次に後藤仁志君。はい、委員長。委員長。後藤仁志君。はい。はい。大臣おはようございます。どうぞよろしくお願いします。まず4月30日にですね、イコモスから、富士山のですね、世界文化遺産登録のユネスコへの勧告が決まりました。まあ、若干条件がついているものの、私も山梨県民でありますから非常に嬉しく思っていますし、まあ、これが保存というですね、これから大きな課題はあるものの、これが地域のですね、活性化につながっていくことが一つ大きく私たちも期待をし希望もしているところであります。今私の選挙区でもあります、南アルプスというですね、富士山と並んで山梨県では大きな自然をですね、今でもきちっと守っている地域がありまして、今3県10市町村でユネスコへのエコパーク構想ということで自治体が連携をし、今申請に向けての手続きをしているというふうに承知しています。まずこの南アルプスのですね、ユネスコエコパーク申請に関するですね、今の現状と政府のですね、自治体の指導とも含めて現状について文科省にまずお伺いをしたいというふうに思います。文部科学省加藤国際統括官。ご説明申し上げます。委員ご質問のユネスコエコパーク事業でございますが、これは生態系の保存と持続可能な利活用の調和を目的として地域をユネスコが登録するというものでございまして、現在世界117カ国で610地域が指定されてございます。この登録に向けた申請につきましては、地元の自治体などが申請書を作成されまして、日本ユネスコ国内委員会に提出いただきまして、国内委員会の中の人間と生物圏計画分科会で専門的見地から審議の上、国内委員会からユネスコ事務局に申請書を提出するという運びになるものでございます。先生、お地元の南アルプスユネスコエコパークの申請につきましては、関係自治体において、南アルプス市が事務局となって、3県市町村から構成される南アルプスユネスコエコパーク登録検討委員会というものを設置されまして、申請書の作成に向けた準備が進められていると承知してございます。国内委員会の事務局を務めてございます文部科学省におきましては、地元からのご相談を受けまして、現在、農林水産省、環境省といった関係省庁とも連携いたしまして、関係自治体からヒアリング、また申請書の作成に関わる助言を行うなどいたしまして、本年9月末のユネスコ事務局への申請書の提出に向けまして、鋭意検討を進めているところでございます。今後、地元から正式に申請書が提出されてまいりますれば、国内委員会の人間と生物圏分科会で専門的見地から審議の上、基準が満たされているということであれば、ユネスコ事務局に申請書を提出するという予定でございます。委員長。後藤仁志君。林大臣ですね、今、文科省がこのユネスコエコパーク、政府の窓口になって、調整をしていただいているということですが、環境省もですね、農林省もこのメンバーの一員に政府はなっています。そういう意味で冒頭も申し上げましたように、この世界遺産という部分では非常に難関性はあるものですね。このユネスコエコパークというのはまるにでは景観保持というものが実際のですね、産業活動と上手にバランスを取って対応がですね、できるという手法にもなっているというふうにお聞きをしています。そういう意味で9月の申請ということを考えるとですね、残された期間が4ヶ月余りという形で、時間もそんなにございません。地元的には非常に10市町村3県もですね、熱心に申請向けての協議会等の議論をですね、進めているようでありますけれども、ぜひ南アルプス大臣もご案内だと思いますけれども、ほとんど山ばっかというと失礼ですが、山、木をですね、主体とした自然環境の当然保持という形と、それにこのエコパークのいろんな
教育とか、研修とかそういうものをですね、上手にバランスを取りながらその周辺である、産業活動もですね、支援をしていくというふうな、まあ、ある意味では結構優れものなものでありますけれども、先ほど610地域ということを、文科省からもお答えをいただいているようにですね、日本ではまだ5カ所しか、まあ、登録がされていない6カ所目という、まだそんなたくさん日本全体にですね、このユネスコエコパークというものが、認知をされているわけではありませんけれども、ぜひ農林水産省としても文科省とですね、協力をしながら、自治体へのですね、要請を上手に今組み取ってですね、9月の申請、そして来年、例年ですと5月から6月に、ユネスコ本部での、国際調整理事会というものが開かれて、推薦があった地域について審議をするという日程だというふうにお聞きをしておりますので、ぜひ9月に向けての、政府の中でのさらなる、自治体の協力と、それ農林水産省としても、文科省と連携をしながらですね、力強くバックアップしていただきたいと思いますけれども、その点について大臣いかがでしょうか。委員長、林農林水産大臣。今先生からお話がありましたように、このエコパーク、ユネスコの方のですね、まあ私も今日この答弁の資料を見させていただいて、世界自然遺産というのと別にこのユネスコエコパーク、それからユネスコが関わる登録制度としてはもう一つ世界ジオパークと、この3つがあるわけですが、まさに今委員がお話があったように、この人とそれから自然が調和をするという意味ではですね、まあ、我が省の何て言いますか、成り立ちに非常に近いものだろうなと。世界遺産は手つかずの自然をそのまま守るということに比してですね、生態系の保存と、まあ、持続的な利活用の調和ということですから、非常に意義あるものだとこういうふうに思っております。で、今お地元の山梨、静岡、長野にまたがる南アルプスの10市町村、登録申請を目指した取り組みが行っているということでございます。で、この区域はですね、国有林野内の南アルプス南部のテカリ岳森林生態系保護地域やですね、それから民有林内でございますが、山梨県の自然保護地区、まあ、こういうものに設定された地域でもございます。したがって我が省としても文科省を中心になってやっていただきますが、しっかりと連携してですね、登録申請に向けた取り組みに対し、まあ、申請書の作成にあたっていろんな助言、すると積極的にですね、協力をしてまいりたいと、こういうふうに思っております。後藤仁志君。ぜひ大臣としてもですね、文科大臣、そして環境大臣も含めて、ぜひ協力のバックアップをして、9月にですね、本申請が確立できるようによろしくご指導を賜りたいというふうに思います。大臣、昨日ですね、久方ぶりに為替レートが1ドル102円台ということで、確実な、まあ、円安という状況になったことは、まあ、いろんなプラスマイナス私はあるというふうに実は思っています。まあ、後ほどいくつか確認をしていきたいというふうに思っていますが、大臣、まずですね、この、まあ、4ヶ月余りで、20円以上、まあ、円高傾向になり、102円という、まあ、100円のですね、壁がなかなか越せないというふうなエコノミストの見方もつい最近までありましたけれども、まあ、それが一挙に102円ぐらいまで行ったというですね、このまず為替レートの水準について、まあ、政府内でもいろんなそれぞれ担当大臣も含めてご議論があるようですが、私は所管ではないと言わずにですね、大臣の素直なですね、この水準についてのご評価をですね、まずお尋ねをしたいというふうに思います。林農林水産大臣。先ほどの質問の中でも少し触れさせていただきましたが、まあ、私が財務省というか大蔵省で政務次官をしておった頃はまだですね、非常に硬くてですね、為替については、経済のファンダメンタルズを反映して安定的に推移することが望ましいとしか言っちゃいかんと、まあ、こういう時代だったわけですが、今はそれよりも少しいろんなご意見等はそれぞれおっしゃっておられるようですが、農林水産省の立場で言いますと、やはりトウモロコシとか麦の穀物や、まあ、燃油等の生産資材、これ輸入している方がですね、多いもんですから、まあ、当然国際価格もあるんですが、為替の変動の影響を受けやすいと、まあ、こういうことであろうかというふうに思います。で、そういう意味では、この為替相場、この先ほど申し上げましたように、
過度な円高の修正局面、まあ、こういうことではあろうかとこういうふうに思っておりますので、方向性そのものについて、この全般的にどうかということは、申し上げませんけれども、しかしちょっとさっき申し上げたようにスピードがですね、少し急ピッチかなとこういうふうに思っております。で、今委員からもまあ100円を抜けたとこういうお話でございましたが、多分あの相場をずっと見ておりますと、まあ、100円を抜けるまでに少し、まあ、時間があったのかなというふうに見ておったんですが、そこの時間がかかるところも抜けたということですから、今後もここは注視をして見ていかなければならない。特に我が省で言いますと、先ほど申し上げたようなところ、農林漁業者への影響は非常に、注視をするべきところだとこういうふうに思います。まあ、先ほど来議論がありますように、いろんな制度ございますから、しっかりと、浜の方、また農業者の方が、心配されないような対応を図っていきたいとこういうふうに思っているところでございます。後藤仁志君。まあ、つい去年くらいまでは、まあ、去年というか、まあ、今年の初めまではですね、まあ、円高というのが一つの日本経済の、特にデフレ状況を脱却する一つの大きなハードルだと、まあ、言われ続けてまいりました。33年前 の、 1985年のプラザ合意の時にですね、当時は為替レートは1ドル250円か260円だったものがですね、プラザ合意という一つの大きな政治的経済的な節目の中でですね、これは1年2年かけてですが、まあ、半分くらいまで120、30円まで1ドルが下がっていったと、まあ、上がっていったと言ったらいいかどちらか別としても円高に触れたということだったというふうに記憶をしています。まあ、それ以降の農林水産省のですね、農林水産業を取り巻く状況というのは当然のことながら、まだ30年前までは、いろんな輸入障壁、国境保護措置というものが、まあ、以上にですね、手厚い状況だったというふうなことは現実だというふうに思っています。当時はまだウルグアイの前ですから、関税もですね、今の水準も当然高く、なおかつその輸入制限の品目がですね、かなりの品目で数量制限をしながら日本の農業を守ってきたというふうなことだったというふうに記憶をしています。そういう意味ではですね、これからちょっといくつかの局面というか分でお尋ねをしますが、今回の円安という部分が、まあ、まず一次産業のメインであるですね、農林水産業本体にですね、どのような影響を与えて今いるのか、そしてこれからもさっき大臣がですね、まあ、注視をしたいということが、まあ、しかないんですが、これ以上仮に円安方向に触れた場合、もっとそのマイナスの部分が仮にあるとすればですね、そのマイナスの局面が非常に強くなっていくというふうに当然想定をしますが、農林水産業にはまずどのような影響を与えているのか、簡潔にご答弁をお願いしたいというふうに思います。佐藤生産局長。後藤先生のご質問にお答えいたします。先ほどもご答弁申し上げたところでございますが、この燃油あるいは飼料の価格につきましては先生ご指摘の、まあ、為替相場の動向といったものも一つの原因でございますが、いわゆるその干ばつ等によるその国際的な商品市況の変動と、こうしたものなどによりまして、変動するということになっておりまして、今回先ほど申し上げましたが施設用園芸用 AGU でございますが、これが昨年11月の価格が1ロッタル当たり 88.4 円だったものが本年3月には 97.9 円で、配合飼料価格につきましては昨年7、9月期に1トン当たり 5万8500 円だったものが本年4、6月期に6万6450円というふうに、まあ、上昇したところでございまして、こうした状況の下で、私どもといたしましては施設園芸につきましては、24年度の補正予算で、この燃油価格高騰緊急対策といったものを、講じまして、ヒートポンプ の、 その導入あるいは、燃油価格が高騰した際 の、 その、上昇部分の補填するセーフティーネット措置と、こうしたものを講じているところでございますし、またの畜産についても配合飼料価格安定制度と、こうしたものによりまして、上昇した部分について補填をしているといったような状況になっているところでございます。以上です。委員長。後藤仁志君。局長ですね、まあ、今の部分は資材価格の面なんですが、
まあ、いわゆるその一方で内外格差が縮小して、輸入価格が特にあの生物で、まあ、輸入されるものはですね、まあ、内外格差が縮小する、すなわち輸入価格が上がっていくということで、国内産のに、まあ、卸小売段階 ですね、その需要がシフトするという状況は今のところ現れていますか、いませんか。佐藤生産局長。今の、後藤先生のご質問でございますが、価格やなんかの国内価格やなんかについても注視していかなきゃいかんかと思ってますが、今のところ それによってかなりこのなんか輸入が止まったとかいうようなことまではちょっと把握しておりません。またそうしたものについて把握していきたいと思っております。ただ私ども非常に懸念しておりますのは、この畜産にしろ、この施設園芸にいたしましても、その燃油、あるいはその餌代といったものが相当なその要因といいますか、この経費の中の割合が高くなっておりますので、こうした点について、やはり丁寧に対応していく必要があるというふうに考えているところでございます。はい、委員長。後藤仁志君。それではですね、いわゆるその食品産業部分、油を作ったり、小麦粉を作り、パンを作ったり、というそのいわゆる食品加工の部分についてはどのような影響がございますでしょうか。針原食料産業局長。食品産業への影響でございますが、麦大豆等の加工食品の原材料、燃油、そのような生産資材の多くを海外からの輸入に依存している我が国の食品産業の現状から見てですね、業態ごとに原材料費の割合は異なるわけでございますが、一般的には国際価格の動向、為替の変動の影響を受けやすい、そういうような傾向にございます。特に近年におきましては円安の影響もございまして、加工食品の原材料や燃油の価格上昇によって一部の食品メーカーが製品価格の値上げの表明を行うなどの動きが見られるという状態でございます。ただし実際に値上げが実現するかどうかということにつきましては、メーカーさんが個々の売り渡し先、まあ、小売さんなどとの交渉次第で決まるものですから、その値上げ交渉を一部難航しているということも聞いております。また、外食産業でございますが、円安の影響で原材料の価格が上昇したものでございますが、販売価格については個々の事業者の戦略によりそれぞれ設定されていると。値上げしたものもあれば値下げ今している業態もございます。そういうような影響につきましては、引き続き情報を収集しながら動向を注視して、まあ、丁寧に対応していきたいと考えております。委員長。後藤仁志君。大臣ですね、今、まあ、両局長から、まあ、生産の現場そして加工の面でですね、まあ、少なくともプラス面よりもマイナス面の方が大きいというふうなことだと私は基本的には思っています。ただし先ほどちょっと触れさせていただいたように、2006年のですね、この前の円安局面に触れた状況ではですね、果物野菜の輸入額が実際に減った。これは輸入価格の上昇で、その輸入の実量がですね減ったというふうな分析も、これは少し時間が経たないとできないかもしれませんが、あったというふうにもお聞きをしています。まあ、ただこれまで、国境措置というものをですね、できるだけまあフリーにしてきたという現状を鑑みればですね、やっぱりマイナス局面の方が多いということについて、やはり大臣もう少し確かにいろんな燃油、燃料のですね、まあ、補填というのは農業についても水産業にしてもそういうサポートする体制はあるものですね、やっぱり円安だけがなんか全ていいという部分がなんとなく今時代の流れかもしれませんが先行しすぎているのかなというふうに私は思っていますし、そして
先ほど加工食品の部分でも価格転嫁がですね実際できないと、まあ、そこまでやっぱり小売の現場というのは、まあ、今別の委員会で消費税の価格転嫁円滑化法転嫁法案についてですね議論が進められていますが、やっぱ税という国内措置だけではなくて国際市況やその為替レートのですね水準で、まあ、いろんなその値段が当然変わってくるんですが、それがやっぱり国民の皆さん方、特に消費者の方々にそういうものが前提でやっぱり食料品の産物というものは価格が値上げをされていて、それが後で触れますけれども適正なものでお互いない限りですね、先ほどのユネスコエコパークではありませんが持続可能なものになっていかないというですね、この現状についてもう少し、まあ、食育というのは最近、まあ、いろんな学校現場でもやっているんですが、まあ、消費者団体の方々も含めてその辺のやっぱり値決めのあり方やその今の円安というものはやっぱりそのマイナスになった時にこういうふうになっているけども、やっぱり適正な部分はやっぱり飲み込んで消費者にもらわなければいけないということも含めたですね、やっぱ対話というものは大臣やっぱり率先してやって私いただく必要があると思うんですけども、その点についていかがでしょうか。林農林水産大臣。大変おっしゃる通りだと私も思っておりまして、まあ、今先生のお話聞きながら子どもの頃ですね、ご飯を食べる前に手を合わせて、でここにこの食卓に並ぶまでに、まあ、特にお百姓さんが丹精込めて作ってくれたんだからと、まあ、こういうようなことで、まあ、手を合わせてからいただきますとこうやっていたわけでございまして、やはり大事に大事にするという、まあ、基本的な気持ちがあって、まあ、その上でいろいろな、まあ、値決めは、まあ、商売ですからしていくということはあろうかとこういうふうに思いますが、そこのところも、まあ、食育等も通じてきっちり我から発信していく必要があると思っておりますし、それからもう一つは中長期的に、まあ、展望しますとですね、この大豆やトウモロコシは、まあ、史上最高値をつけているということはですね、やっぱり世界的にまあやっぱり需給が今から逼迫していくだろうということであれば、これは単に為替相場というだけではなくてですね、こういう中長期的な構造的な問題に対応してそういうものにあまり左右されないようないろんな強い体質も作っていくということも合わせてやっていく必要があると、こういうふうに考えておるところでございます。後藤仁志君。少し話題を変えたいと思います。大臣多分うなぎ大好きだと思うんですが、私も好きであります。ただし昨日も水産庁の方といろいろお話をですね、現状について、まあ、昨年、まあ、過剰なまでにと言っていいかもどうか別としてもですね、もう日本のうなぎはなくなってしまうんで、ということでメディアがですね、まあ、いろんな報道をしてですね、まあ、多分なかなか、うなぎ、牛の日のもですね、うなぎ屋さんに行ってもですね、普通よりも、倍まではいかないんでしょうけども、高すぎて食べれなかったとか、今はコンビニでもうなぎの日、牛の日にですね、かけて、まあ、いろんなキャンペーンを張りますから、750円とか、800円とか、まあ、手頃なんですが、まあ、そういうものも、オーダーがですね、早めにストップしてしまったとか、まあ、いろんなことが去年ありました。まあ、そういう意味で逆に言えばですね、まあ、牛の日というのがうなぎ消費のピーク、ケーキで言えばクリスマスイブかクリスマスの日がですね、まあ、ケーキの消費量のピークになるというふうに思いますが、まあ、それを過ぎた後私もそうなんですが、今でもうなぎは高いというですねイメージがやっぱりこうあるんですよね。でそれがやっぱり消費者の心理として残り続けるとですね、やっぱりうなぎ食べれないよなということになると、去年のうなぎの牛の日のですね以降起こったことは、やっぱり生産者価格、要するに、活魚のですね活マンというんですか、生きうなぎのですね、まあ、出荷量が非常に抑制をされてしまったと。それは、なかなかたくさん買っても消費者お店も含めてですね、買ってくれないという状況が一時期起こったそうであります。ただ今でも言われているのは赤ちゃんである稚魚はですね、シラスウナギがなかなかその量的に、どこの世界中でも足りないと、本当に足りないのかどうか僕もよくわからないんですが、まずウナギのですね、まあ、価格そして時給のですね、まあ、特に国内で結構ですから今どのような状況になっているのか、
そしてもし今年の見通しがですね、分かれば合わせてまずお尋ねをしたいというふうに思います。本家水産庁長官。うなぎの生産量あるいは輸入量について状況を申し上げたいと思います。まず国内生産量でありますが、近年2万トン程度の生産でございます。これは横ばいで推移をしておりましたが、ご指摘のようなシラスウナギの漁獲量の減少を主な要因として、平成24年の生産量は1万7000トンに減少しております。ただ、2万トンが1万7000トンということでございます。で、一方輸入量につきましては、これも近隣国におけるシラスウナギの漁獲量の減少とか、あるいは中国産ウナギについてですね、禁止薬品が検証されたといったようなことを背景として減少傾向にありまして、平成19年には8万トンが輸入されておりました。調整についてですね、これが24年には2万トンということでですね、大きく減少しております。輸入元は中国と台湾がほとんどでありまして、最近アメリカとかインドネシア、マダガスカルといったようなところから輸入はされておりますけれども、ほんの微量でありまして、主たる輸入元は依然として中国、それから台湾であるといったような状況でございます。で、こんな状況を反映してご指摘のうなぎかば焼きの価格で、かば焼きうなぎの価格でございますけれども、これは上昇傾向にありまして、平成22年には1キログラムあたり2000円だったものが、23年には3000円程度、平成24年には4000円程度に値上がりしておる、そんな状況でございます。委員長。後藤仁志君。これ大臣もしにお尋ねをしたいんですが、今のような長官がお話をされたように、国内生産は大体2万トン程度の推移で、韓国、中国からいわゆるその日本ウナギと称するものらしいですけれども、2万トン弱活魚で生きたままですね、輸入して、残り の4万トンくらいが、調整、要するにさばいてですね、輸入しているというのが、大体8万トンくらいが現状ということは、これは人口で割るとですね、1匹が大体200グラムということらしいですから、年間ですね、1人3匹食べているというふうなことのようであります。もし大臣が3匹以上食べているんだったら平均よりも多いと、いうことになりますけれども、実は大臣ですね、今長官がご指摘いただいたように、今、大体8万トン弱くらいで国内の消費というかなっているんですが、実は2000年、これは一緒に安い時期だって、この時はですね、今よりも倍、2000年2001年は16万トンくらい、特に中国産のものが多かったということもあったようでありますけれども、輸入したと。ですから実は10年ちょっと前までは、倍のですね、量で賄っていて、ですから平均すると6匹くらい食べてたかもしれませんけれども、ですからあまり高くなりすぎると消費というのは当然ブレーキがかかりますし、あまり安すぎると それを生産するとは困ると。このバランスを常にどうするかということで、これは流通業者、商社の方がご熱心ですね、今やられているのは、商社の方が、うなぎをですね、インドネシアで養殖をすると。これは日本産うなぎでなくて、いわゆるインドネシアうなぎ、あまりカタカナで言うインドネシアうなぎだそうで、味もそんなに悪くないと。そしてアフリカウナギもアメリカウナギもあるというようなことで、要すればウナギと称するものも、国によってそれぞれ成長のスピードも違うようでありますし、ただマリアナ海溝を中心にそこで産卵をしてまた戻ってくると、サケ以上に類まれなですね、お魚だそうで、つい最近まで本当にマリアナ海溝、今でもそうかもしれませんけども、本当に卵を産んでですねという生態自体が分かっていないということだと思っています。ぜひ大臣ですね、ある意味ではその需給の上手に需要があるものについては、流通業者の方も熱心に、消費も含めてですね、世界中から日本にもし需要があると、マーケットがあると思えば、この夏に向けてですね、世界中からあらゆるうなぎをですね、多分輸入して、上手にその量とその価格の適正化というのを図るんでしょうし、もう一つ言えば、その本当にうなぎの養殖ができないのかどうかというのは、水産研が完全うなぎの養殖に成功したと、ただコストがかかりすぎるということが指摘をされています。ただやっぱり私もう大臣が以前
足元の内閣府の時に科学技術も担当させてもらった時にですね、やっぱり海洋機構、この間アトランティス大陸を発見したとかどうかは別としても、大西洋で昔の大陸のですね、かどうかみたいなこと、まあ、そこもそうですし、東京大学でもですね、うなぎの研究家っていらっしゃいますから、やっぱりその本当に稚魚が足りないだけ、稚魚が足りないことがですね、国産の、うなぎの生産者の方や、消費者の方に、もし負担をかけているのであればですね、もっとそこは生態の部分を研究をされて、今水産系が少なくてもやっているような、その完全うなぎ養殖ができるようなですね、ものをもっとバックアップしなければ、需要がうなぎは多分、まあ、1食1000円くらいだったらですね、私もうなぎ食べたいなと、まあ、でもこれ毎日食べるもんじゃありませんから、まあ、時々食べるのがいいのかもしれませんけど、そういう部分で私はやっぱり取り組んで大臣に行くべきだと思うんですけども、大臣その点についてはどのようにお考えになりますか。林農林水産大臣。ありがとうございます。私は本当にうなぎは大好きでございまして、多分今委員がおっしゃった1人平均3匹というのは一月でそれぐらいかなというぐらいのペースでですね、まあ、シーズンがありますから毎月食ってるわけじゃないですが、年に3匹というんじゃとても収まらないぐらいでございます。まあ、先ほど来夢力を使ったパンとかうなぎの話があって、もうお昼前なんでずいぶんお腹が空いてきちゃったなと思いながら、聞いとったわけですが、非常にいいポイントをご指摘いただいたのはこの技術ですね。この間アトランティス大陸のニュースを私も見て、こういうことができるようになるっていうのはやっぱりある程度持続的に深いところに潜っていってですね、そこのものをつぶさに見る技術というのが日本ではかなり進んでいるようでございまして、その前も他の国の方と協力して大きなイカを、まあ、撮影成功したというのも見させていただきました。まあ、したがってそういう進んだ技術を使ってですね、一番まあ消費も多いところでございますので、まあ、今聞いてみますと、まだシラスウナギの人工生産年間数百尾ぐらいしかまあできていないと、こういうことでこれを強化していかなきゃいけないということがまず、まあ、一番根っこのところにあると思いますが、まあ、さらに先ほど水産庁長官からあったように、こうシラスウナギがやはり漁獲が低迷しているということでありますので、こういう養殖業者向けの金融支援、それから中国や台湾との資源管理協力の組み構築、それから国内の地域ごとの話し合い、こういうことをやるということ、それからうなぎ資源の回復と安定供給を図るための予算、これは25年度では増額をさせていただきまして、前年度の4100万円から1億8300万まで増やしていただいたところでございます。まあ、今牛の日というお話がありましたけれども、私も自分が牛年なもんですから、最初子供の時聞いた時に、なんで牛でうなぎなのかなと思ったことがあるぐらいでございますが、しかし江戸時代から続く、先ほどちょっとご飯に手を合わせるという話をしましたが、やはり長らく続く食文化、食文化になっているということはすなわち理由があるということで、まあ、夏バテに非常に、まあ、当時は多分それほど手に入りにくいものでなかったのかもしれませんが、きちっと夏バテに効く栄養ということが多分あったんだろうなと、こういうふうに思いますので、まあ、そういうこともありますので、しっかりと安定供給にですね、最初のところから流通のところまで取り組んでまいりたいと、まあ、こういうふうに思っております。後藤仁志君。多分流通業者の方はですね、大臣、なんでこんなに熱心やるかというと、当然日本の国内にまだ、輸入してもですね、例えば日本うなぎ、要するに国産のうなぎと、インドネシアやアフリカ輸入したものはですね、若干、まあ、値段を多分下げておりになるんでしょうけども、まあ、それでもペイをしていくと、要するに需要がそこにきちっとあるということが大前提だと思うんです。でそこで同じうなぎという一つ商品というか名前でもですね、そこにいくつか その層が国産やその外国産でも、中国、韓国は、日本の4万業者と合わせてなんかいろいろやってきたそうですから、日本産うなぎ、という形で、まあ、これからインドネシアとか、多様なですね、うなぎさんをですね、食することになりますんで、でそれが多分これからの日本の農業や、食料品をですね、まあ、海外に向けて例えば売っていくかどうか、輸出をするかのどうできるかという一つのですね、僕は実はキーワードだと思って聞いた、いるわけなんですね。ちょっとこれ後で触れますけども、その前に
日本のですね、今の食料自給率と、北朝鮮の食料自給率で合わせて、もし、ご答弁される方が同一であれば、日本、中国、フランス、北朝鮮のですね、平均のですね、1日のカロリー摂取量、食料のカロリー摂取量について、数字を教えていただきたいというふうに思います。荒川大臣官房総括審議官。お答え申し上げます。食料自給率につきましては、我が国の自給率につきましては、ご案内のとおりでございますが、直近平成23年度で、カロリーベースで 39%、生産額ベースで 66% となっているところでございます。一方、諸外国の食料自給率につきましては、諸外国が、FAO に提出しております統計データをベースに、私どもの農林水産省で試算を行って出しておるものでございまして、先生ご指摘ございました北朝鮮につきましては必要なデータが整っておりませんので、カロリーベースでの試算は行っておりません。一方、そのデータが揃っております穀物自給率については試算を行っておりまして、これ 77% ということになっておるところでございます。それからもう一つご指摘ございました、日本、中国、フランス、北朝鮮の1人当たりの1日の平均熱量でございますけれども、これも同じ統計データをベースに見ますとですね、平成21年のこれは統計上アルコール類などを含めたものしかございませんので、それで申し上げますが、日本につきましては2723キロカロリー、中国が3036キロカロリー、フランスが3531キロカロリー、北朝鮮は2078キロカロリーとなっております。委員長。後藤仁志君。数字北朝鮮でないということですが、私が読んだ本の中ではですね、日本国際問題研究所の研究員の方によると、北朝鮮のカロリーの食料自給率は 72% と、これ10年くらい前のそうですけども、あるというふうに言われています。日本の場合まではありませんけども、基本的には自給で頼っていると。ただ、校舎でお尋ねをしたように、カロリーの摂取量というのは国によって違いますし、日本は多分、ダイエットや高齢化ということもあって、多分カロリー摂取量というのは通常ですと多分下がりつつあるというふうなことだと思っています。そういう意味でですね、大臣、私はですね、こう思っているんです。100% 自給率がない、農産物については、国内で、いろんな工夫をすれば、その国内でマーケットがあるというふうなことを多分考えていかなければいけないというふうに思っているんです。で、それは当然価格との関係で、それが実はうまく今まで行ってこなかった。で、もう一つは戦後のその食料増産からその転作といった40年間の、米から他農産物への、土地利用のですね、変化も含めてですね、そういうものでやっぱり量をたくさん作ってはいけないというものが大事にあったと思うんですね。ですからその研究、先ほどの、うなぎの、その研究開発についてもそうなんですが、その何をこうメインにその研究開発をしていくかというテーマ設定を、今総合科学技術会議内閣の部分で、メインでいろんな調整をしていますが、私も担当してつくづく感じたのは、なかなかそれぞれの各省との連携が上手に取れていないなと。本当に今必要だというものよりも、やっぱり研究者の方は、非常に基礎研究をした方がですね、ノーベル賞も取れるし、取れる可能性もあるしと、評価も、大学内で上がるしというふうなことだと私なんとなく思うんですよね。全てではありません、もちろん、そう名誉のために、発言をさせていただくと。で、大臣、じゃあこれからですね、その国内の需要が伸びるものというのは何があるというふうにまずお考えになりますか。林農林水産大臣。今科学技術のお話もありましたが、これから需要が伸びていくものというのが、これとこれとこれと最初から分かっていればですね、そっちのなんか商売でも始めた方がいいのかななんて思ったりもしますけれども、今我々がこの攻めの農林水産業の中でやっている中でですね、この、過去を振り返れば米の主食が100キロを超えているところから、50キロちょっとまで半分に減って、
まあ、その分パン食が普及したとこういうこともありますが、まあ、今後はですね、まあ、これは私の個人的な感じにもなるかもしれませんけれども、逆に日本食は見直されてきていると。でそれは先ほどカロリーの、まあ、数字を先生から出していただきましたけれども、やっぱりアメリカとかフランスと比べてカロリーが少ないのは、まあ、高齢化やダイエットだけではなくてですね、やっぱり基本的な料理、これ出汁でうまみを取るという料理とですね、それから、まあ、フランス料理今ではそうではなくなったかもしれませんが、やっぱりこってりとしたソースをですね、油塩を使ってやると。でこういう料理からやっぱりさっぱりとした健康にもいい日本食への関心というのは高まってきていると、まあ、こういうところを見ながらですね、まあ、自分も、まあ、ちょっと年取ったせいかもしれませんが、あんまりカルビカルビというよりはですね、この赤肉みたいなものをエイジングして食うという方がちょっと美味しいかなと思ったりもまあいたしますので、そういう健康志向、それから本当にこう自然と先ほど のユネスコではありませんが、調和した、まあ、ローハスだったりスローフードだったりというのもありますけれども、まあ、そういうところ、こういうところがですね、需要サイドにはまあ出てくるのではないかなということでありますので、まあ、そういうものも含めてこの需要サイドのニーズを、まあ、敏感に、まあ、こう汲み取ってですね、それを結びつけていくということが大変重要ではないかというふうに考えております。後藤仁志君。すみません、ちょっと質問することはちょっと飛びますけども、今までですね、まあ、大臣輸出戦略というふうに、まあ、この委員会でも何度か大臣おっしゃって、まあ、それをまあ一応にしたいと、これ加工品も含めてですけども、今までそれも10年以上これ言い続けてきたことなんですが、なぜこの輸出戦略というものは今までの農産物、まあ、加工品も含めてなかなかうまくいかなかったのか、ちょっともう一つ質問したいんで、端的にちょっとなぜ成功しなかったのか教えてください。農林水産副大臣。それでは端的にお答えします。やはりその紹介の仕方も足りなかったと思います。今回外遊をしてみてですね、こんなに日本の果物がうまいっていうのは知らなかったという声をたくさん聞きました。それから米を売るにしても、松岡大臣の時に経験しましたけれども、おいしい日本の米を食べてもらうために、まあ、ちゃんとした炊飯器がないと日本の米の良さは出ませんので、やはり連携した輸出の仕方が大事だというふうに思います。後藤仁志君。江戸副大臣ですね、まあ、そこのも僕はあると思います。ただですね、例えば輸出戦略をするときに、国ができること、その民間ができること、各自治体やその地域でどういうことをする、まあ、いろんなちょっとカテゴリーが僕分かれると思うんです。でその最たるものが実は植物で言えばですね、野菜果物で言えば、まあ、米もそうですけども、その植物貿易に関わる部分だと思います。で今実は輸出解禁要請をですね行っているという部分の韓国、これ中国、インド、オーストラリア、アメリカですけども、一番古いものはですね、昭和61年からアメリカの課金については実は日米間で協議中と、昭和61年だと今からまあ30年くらい前なんですが、こういうことが実は大臣行われているんです。30年経ったものを、ですから何をどうやってその輸出をしていくのかというそのものがですね、なかなかそのこの当時の別に人を責めるわけでもないし、今の人を責めるわけでもないんですけども、まず政府がしなければいけないことは政府で絞るべきだと思うんです。で流通業者は先ほどだけじゃありませんけども、自由にマーケットがそこにあれば行くんです。で、大臣ご覧になったかどうかお伺いですけども、実は5月の8日のですね、日に別に宣伝をするとよくないんでかもしれませんが、ある運輸会社さんが、ある日本のですね、飛行機会社と組んで、農畜産物の海外輸出も何々とというのを全面広告を実は出しているんです。これによると夕方午後ですね、例えば宮崎県から出荷した場合だとですね、翌日、そのいろんなアジアであればですね、配送されると。非常に行かせて言えばですね、生鮮分 の, 野, 菜の野菜や果物 の, その移動のですね、時間軸の短縮ということはもう民間はやってるんですね。でも食防とかその安全性の部分とかいうのはまずやっぱり大臣、政府がやっぱりやらなきゃいけないということで、またこれちょっともう時間がなくなったからこれでやめますけども、ぜひそれを整理をして民間でやるべきことを、政府でやるべきことということを分離してまず検討をですねして、30年続けてきたこのアメリカの柿が、柿って食べる柿ですよ、
奇変に一ですけどもみたいなものがなぜそうなっているのか、もう一回やっぱり担当でですね、よく現状について把握していただいて対応を私は進めてほしいと思うんですが、簡潔30秒でいいですから、どのようにお考えか。林農林水産大臣。連休に、インドネシア行ってちょっとスーパー見たときにですね、ちょっと気がついた、いろんなこと気がついたんですが、今のの関連でいうと、いちごがですね、アメリカと韓国から来ていて日本から来ていなかったということです。でいちごは日本のいちごも欲しいと担当者は言っておられました。まあ、したがって今国別品目別に輸出戦略ということで、米水産物畜産物品目ごと加工品も含めて、やる中でですね、まさに今お話があった検疫、それから表示などの規格、それからハサップなどの製造工程の認証といったですね、まずやっぱり G2G でやらなきゃいけないこと、これを一つずつ品目と国別に一つずつやっぱり詰めていくという地道な作業がですね、やっぱりまずないと、そこから先のマーケティングとにつながっていかないと、こういうふうに思っておりますので、しっかりと対応していきたいと思っております。後藤仁志君。これで終わりますが、柿の問題のですね、検疫についてもつい最近 の、 報道によると、その CO2 を使ってですね、致死率 100% のその検疫体制 の、 開発をしたと。ですから先ほど大臣お願いをしたように、政府でもいっぱい研究機関があります、大学もあります。そのハードルとなって政府が絶対というか一番やらなきゃいけないものについて、まずそのですね、指示を品目別につけるのもいいんですけど、やっぱり地方に行くとその品目というのが自はこれだというふうなことでなかなかうまくまとまらないと思うんで、そこはある程度自由に任せながら、その検疫の問題とかそのギャップの問題みたいなものについては必ず政府がやっぱり後押しをしなければ評価されませんから、ぜひそれをまずやってほしいというお願いをして、残りはまたすいません、たくさんの方に来ていただいて次の会に譲りまいと、よろしくどうぞお願いします。ありがとうございました。